ようございます。シェア畑菜園アドバイザーの下道です。今日はそら豆の脇芽かきをやっていきたいと思います。下道さん、そら豆の状況はどんな感じでしょうか？今年は非常に気温が高い日が続く関係か、もう花が咲いております。約半月ほど早いですね、花が咲くのが。まあこれが本当に実がなるのかどうかも、こんなに早く咲きますと心配になるんですが、まあ大丈夫でしょう。例年っていつぐらいに咲いてるんですか？例年ですと3月の中旬あたりには咲き揃うと思うんですが、今年はもう2月の下旬には咲いております。ちょっと実際に作業を見せてください。それでは現在のそら豆の状態を見ていきましょう。なんか他は生育異常は出てるんですか？花が咲いてる他に成長が非常に早くなってます。もう高いのは50センチぐらいになっております。これが気温の影響を受けてるせいだと思います。悪影響は出てきますか、その成長が早いと？これから先天候がどういうふうな予想か分かりませんけども、これから例年のように寒波が来たり気温が低い日が長く続くようですと、せっかく花が咲いてもそれが枯れてしまって実にならないという現象が起きると思いますので、あまり育ってもらっては困るんですね。しかしこれから先の天候次第です。これは今どういうふうな形ですか？先ほども紹介したように非常に背丈が伸びてきておりますので、風筒防止を最近つけました。周りをマイカー線で囲ってあります。それと防虫ネットを風対策として張っております。それでは現在のそら豆を見ていきましょう。こちらのそら豆を見てください。もうこのように背丈がそうですね、50センチぐらいですかね、もう上の方には花芽がついております。これが今後の気温の影響でどのように影響を及ぼすか、まあ心配ではあるんですが、このままの状態でいきますと順調に鞘がつくと思います。そして下の方をこう見てみますと、たくさんの脇芽がこのように出てきておりますので、これを整理しないといいものができないんですね。したがって脇芽を整理していきたいと思います。これ今一穴何本入っているんですか？これは一穴に1本なんです。あ、じゃあ結構伸びてます、はい。そしてまあこの今背が高くなっている5本から6本ぐらいを残してあと全部脇芽を取っていきたいと思います。これなんかよく全部残しちゃう方いるじゃないですか。そうするとどうなるんですか？やはりこれを全部残すとなるともう10本以上になると思うんですね。したがってその10本に実をならせるとなると非常に栄養が分散していいものがならない、太くならないという結果になりますので、その分脇芽を取って栄養の分散をしないようにやっていきたいと思います。ちょっとカット方法を教えてください。カット方法なんですが、現在こちらに週の茎がこう出てきております。1本2本3本4本5本6本7本ですね。この7本を残してあと小さな芽はカットしていきます。ではカットしてみます。こちらを見ますとこのように小さな脇芽が出てきております。ここもですね、このように出てきておりますので、これを全部カットしていきます。カットする方法はハサミで根元からこのようにカットしていきます。4本3本4本ですね。こちらの裏の方にもたくさんの芽が出てきております。これ見込みだとどれぐらいで収穫ですか？
これですと5月の中旬ぐらいには収穫できると思います。じゃまだ結構がありますね。はい、アブラムシはなんか全然いないですけど、アブラムシは先般、点検した時に若干いましたので、油石鹸水をつけております。ここら辺には今ちょっとおりますね。このように黒くなっております。これがアブラムシです。このアブラムシも今のうちにですね、捕殺しとかないと、あと 1,2 週間もするとどんどん繁殖して他のソラマメにも転移しますので、後からやっておきます。これでですね、残したのが、1本2本3本4本5本6本7本残しました。これで最後まで背丈が伸びるまで育てていきたいと思います。もうカットする必要はありません。なんか今後の注意点はありますか？カットの今後の注意点としましてはですね、今カットしたんですけども、さらに気温が高くなってくるとさらにまた小さな脇芽が出てきますので、出てきたらそれも手で取るなりハサミでカットするなりして、早め早めにカットした方がいいと思います。それとあとは背丈もどんどん伸びてくるので、できれば支柱等をですねここに刺してやるという手も一つありますけども、このように周りを囲んであればそれほど心配する必要はないと思います。もう少し背丈が伸びて花がどんどん咲いてきましたら、背丈のとしては約70センチぐらいですね、70センチぐらいになったら摘心作業をした方がいいと思います。これはアブラムシもしっかり、それからいい実を取るためには養分が上の方に流れないので、摘心して育てた方がいいと思います。摘心ってどうやって、どの辺をやるんですか？摘心とはですね、今7本残したんですが、これが約70センチぐらいになりましたら、上の成長点ですね、成長点をハサミもしくは手でポキッと折ってください。そうすることにより下の方に花が咲いているのが非常に大きくなりますので、そして成長点付近に花芽があるのはですね、実が大きくならないので、これも思い切って花ごと摘心してください。じゃあ下見さん、作業的にはこれで完了ですか？そうですね、あと追肥はいらないし、マルチを張らずにそのまま土の上にで育ててる人は土寄せをやってみてください。風土防止とかいろいろなそういう雑草防止になりますので、周りに土を少し持ってあげても大丈夫です。マルチをねしてるのはなかなかやりづらいので、まあやってもいいんですけどもね、私は、まあ、そんな手間はかけません。これから先アブラムシ等がどんどん繁殖しますので、なるだけ株元をこのような脇芽を整理して風通しを良くしてすっきりしないとアブラムシがどんどん入ってきますので、ここだけは注意してみてください。やはりソラマメというのは頭に浮かぶのがアブラムシですよね。このアブラムシを対策ができるかできないかでソラマメの収穫量が変わってきますので、ぜひアブラムシは退治してみてください。今日はソラマメの芽かき作業をやってきました。この動画が面白かった方はチャンネル登録といいねボタン押してください。ではまた、バイバーイ。